皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、まあ、今回ですかね、こっち多分ダンジョン3になるのかな、なんですが、こっちに来る途中ですね、ちょっととあるものを見つけたので、そっちをちょっと先に行ってみようかなと。っていうのが、この先にあるこのなんか井戸みたいなのを見つけたんですよね。なのでこれちょっと先に行ってみようかなと。何があるのかわからないですけど、沈むことはどうやらできないみたいですね。多分これはどっからか出てくるのかな、それとも、そうですね、これといって何かできるというわけではないですね。ならばちょっとじゃあ出ましょうか。行けれないのであればね、ちょっとまあどうすることもできないので、それなので、そうですね、こっちのダンジョンですね。まあ今回ここですかね。まあ行ってみようかなと。まあゾンビの親玉、そしてスパイダーキング、まあ多分次出てくるのは、もしかしたらあの人かもしれないですね。さあ行きますかね。じゃあレベルが12になりましたと。さてここはもう多分一度降りたら上がれないのかな。なのでちょっとまあ体力ですかね、気をつけながら行きましょうかね。お、宝箱があるけど、なんかトラップとか、なんか敵は強いような感じもするな。さてちょっとどんどん進んでいきましょうかね。じゃあちょっと周りを警戒しながら、びっくりした、いきなり敵が出てきましたね。あとはもうこれぐらいまでいったらもう近接攻撃で倒すと。なんかすごい後ろの方から足跡も聞こえるんですけどね。この横か、あでもまあこれはまあ多分壁は壊せれないんでね。さあもうそのまま進んでいきますかね。4発、トータル5発か。わあ、いっぱい出てきた。さて、ちょっと倒せるかな。ああ、こいつはまだ一発もダメージ与えてないやつか。よしよし、オッケー。さあ進んでいきますかね。今度は物を持ってますね。さてこれはちょっとあれですね、武器もお金がたまり次第ですかね。まあ筋力もまあ十分あるようであれば、新しい武器とかですかね、もうちょっと変えた方がいいかもしれないですね。まあでもまあ今の状態でまあそうですね、攻撃的にはまあ弓ですかね、弓でもまあ鎌でもまあどちらも同じダメージっていうような感じですね。まあ24のこっちもまあ24なんで、うわ来た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 、ちっこいのが来た、ちっこいのが。危ない、ちっちゃいのほんと厄介なんですよね、動きが早いんでね。さてすご
ごいなんか足音がするの。そうですね、ちょっとここでまあ大体30ぐらいのまあダメージをなんか与えておきたいっていうような感じがあるんですよね。あんまりちょっと後ろ行きすぎるとね、あの溶岩にはまってしまいそうなんですよね。なのでそれをちょっと注意しながら進んでいきますかね。ただ出口がどこなのかわからないんですよね。さてもうどんどん倒していきましょうかね。じゃあただ道が結構入り組んでるので、まあ、どこが正解なのか、うわもう結構ちっこいのが出てきますね。さてどんどん倒していってと、さあこっちの先には何があるんだ。おお、すぐ出てきますね敵が。さてこっちはつながってるのかな、もしかして。なんかあるというわけではないですね。よし、レベルも上がりましたね。あれ行き止まり、あーっと宝箱、おっとちょっと待て、そういうトラップか。それもなんかダイヤと金のインゴット持ってますね。いやもうこれで、あやばい、いやーまさかあんなトラップがあるとは。でこっちも回収して、おお、これなんだろう、苔、苔蒸した宝箱、苔っていう字だったと思うんですけどね。これさてじゃあ反対側なのかな。まあ、こっちの方はもう多分敵は出てこないと思うんですよね。ならば多分こっち側かな。こっちもそうですね、まだこっちは行ってないところなので、ただここは多分降りてきてる感じなので戻ると言っても多分戻れないんじゃないかなと思うんですよね。それなのでちょっとゲームオーバーになってしまうと、ゲームオーバーというかやられてしまうと宝箱をロスト してしまうので、おっとここかな、多分ここっぽいですね。これをどっかに預けたいって思っても多分預けれないんですけど、まあまあいっか。そうですね、とりあえず行くだけ行ってみましょうかね。およ、おっとまだ続いてるみたいですね。おお、まだ続いてるんだ。もう多分ボスなのかなと思ったんですけど、それもこれはあまり落ちない方がいい感じかな。あー金塊が、イグジット、あー ここが出口か。ちょっと先進んでみますかね。多分これは下に降りたらダメな感じかな。じゃあこっち行ってみますかね。あーどうしよっかな、行こう。もうあのやられたらやられたでも仕方がないです。ちょっと自分はやっぱりここのボスですかね、
おー、びっくりした。ちょっとそっちの方が気になるんでね。まあロスとしたらロスとしたらまた宝箱を集めればいいだけの話なんで、ちょっとまあそうですね、自分が思ってるボスが出てくるのか。さあどうなんだろう。さてとこの先になるのかな、多分あっこなの右側ですかね。あっこになんか入り口みたいなのがあるので、多分そこがボス部屋への、まあ、入り口なんじゃないかなと。よし、まあ、結構敵が出てきますね。まだもうこのチビゾンビみたいなのって当たりにくい、当たりにくい。よし、行ってみますか。さてと、おお、結構なんか不思議な形してる。これああ登ることはできるんですね。っていうことは落下ダメージもあーあると。さてどんな感じのボスなんですかね。ちょっと待ってくださいね。よし、行きましょうか。さあ第3かな、ダンジョン3のボスは誰だ。シャドウスケルトン。あーでも確かにそのまあ、ソウルドリフトの3番目のダンジョンのあのボスは謎のやつだったと思うんですよね。それもスケルトン系統だったんですよ。まあ、それとまあ似てるっちゃ似てるのかもしれないですね。ただどういう攻撃を繰り出してくるのかがさっぱりわからない。これはいけるのか。おっと、どこに行くんだこいつは。なんかあ、ちょっとお兄さん、お兄さん、お兄さん、なんか埋まってますけど。おーい、あーこれはもしかしたらあのバグの一種かな。もうこれは多分もうどうすることもできないんでね。お、出てきた出てきた出てきたけどあんまり食らってないような感じですね。さてどん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 なんか上の方に上がっていってますけど、あ結構体力がある感じかな、もしかして。あ、なんか弓を使おうとしてるな。よいしょ、いい、危ない危ない。キョ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 、あと、おお、マジか、一気に削られた。わあ、一気にやられたな。さて多分謎のやつあれかな、ダンジョン4だったかな。確か最初がゾンビの親玉で、で2回目の時があのスケルトン、能力を持ったスケルトンだったかな。で3番目が確かスパイダークイーンだったんですよね。で4番目が謎のやつだったかな、多分そんな感じだったと思うんですよね。さてこれで矢を補充して、そうですね、器用さは今30、普通の弓、護身用、あ磨かれた弓か。
ただ金ブロックですよね。金ブロック2つか。どうしよっかな。結構その金ブロックやっぱり足りないな。そうですね、やっぱりちょっと金ブロック2つはまだできないので、今装備してるものの初心者の弓ですかね、それの1個上、普通の弓ですね、これを持っていきましょうか。そいで、まあ、こっちですかね、普通の鎌、まあこれを今の腕力が26あるんで、でも金ブロック1個か。まあでもやっぱりどちらかの方をやっぱり強くしておきたいので、これでそうですね、鎌の方をちょっと強めのやつにしておきますか。これですね、護身用ですね、これで OK と。さてこれでじゃあまたもう一回行ってみますかね、リベンジで必要ないものを。まあ戻しておきますかね。よしよし、こんな感じでいいかな。そうですね、ちょっとまたダンジョンですかね、まあボスの部屋までまたちょっとかっ飛ばしていこうかなと思います。はい、ということでボスのところまで戻ってきました。シャドウスケルトンでしたかね。さてじゃあもう一回挑戦してみましょうかね。その前にちょっと持ち物だけ、よし OK かな。じゃあ行きましょうか、シャドウスケルトン。まあ見た感じなんか謎のやつですかね、には似てるっぽいような感じもするんですけどね。まあその前由、まあその正体はよくわからないですけど、シャドウスケルトン、どこに行くんだどこに行くんだ。多分 HP がだん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 減り始めたらいろんな攻撃を仕掛けてくるんだと思うんですよね。当たらない。お、弓を撃ってくるか。お、この爆発、これよこれ、これが結構ダメージ食らうんですよね。危ない危ない。お、なんかマントがなんかマントを羽織ってるぞ。あともうちょい、よし、オッケー。はあ、思いのほかちょっと苦労しましたね。で多分この矢を取ると、まあ元の世界に戻るんじゃないかなと。ああそうですね、さてなんかさっき壁がボコってなんか取れてたんですけど、まあもしかしたら鉱山への入り口が開いたのかな。ちょっと行ってみましょうかね。さて行けるよ、行けるようになってますね。ちょっと入ってみますか。おお、びっくりした。ベテラン採掘士。おお、ほうほうほう、飲むと石を掘るのが早くできま、あ、早くなると。金のインゴット4つ。おお、ここの鉱山は、まあ今ピッケルを持ってきてないので、まあどうすることもできないんですけど、まあシデロ鉱山なのか、はたまた全然違うのか。で、これもしかして毎回入ることに、変わってるのかな。多分そうです、変わってるっぽい。
あ、変わってますね。まあ前のソウルドルフの時にも多分3種類ぐらいあったんですよね、その鉱山の大きさが。まあ大中小みたいな感じですかね。そうですね、多分毎回入るたんびに変わってますね。さあ、まあどういうものが取れるのかわからないですが、まあ今回はちょっとあっちの村ですかね、村の方に行ってみましょうか。まああの親玉ですかね、シャドウスケルトンを倒したので、うん、多分もう入れるようにはなってるんじゃないかなと。で多分こっちのまあ村ですかね、そこを拠点にして今度は次のダンジョンですかねをまあ探しに行くっていうような感じになるのかな。さてここにいる人に、ほうほう、遺跡の魔物を沈めてくれたらしく、誰かがって、まあもう解放できるようになりましたと。さてここは、おお、もしも死んでしまった時は最後に訪れた教会で復活しますよと。ああ、初めて来た村ではまず教会に行きましょうっていうことですね。ここは違うのかな、まあ、ここはああロックされてるな。これはもうただ単にも飾りっていうだけなのかもしれないですね。さてと教会、どこが教会になるんだろう、この近くの森に恐ろしい洋館がある。あの森に入るのなら気をつけることだ。ほう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 、ということは前作でも洋館がありましたね。あ、鉱石鑑定所、あー鑑定所があるということは多分その鉱山でも取ってきたものをまあ鑑定してもらうっていうような感じですかね。ただこの先になるのかな、じゃあ。ほう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 、多分ここがそうですね。ああ、鍛冶屋、素材をくれればアイテムを作れるよ。何が作りたいかはレシピブックから選んでねと。レシピブックとな。ああ、いらっしゃい。うちは鉱石を鑑定している。このドロッパーに鉱石を入れてボタンを押してくれれば何のアイテムか鑑定するよ。これはまあ前回にもありましたね。で金の錬金術、石の錬金術師、石ころ、あ、素材、お、力がみなぎるし、これはもしかして、まあ、前回はそのなんていうんですかね、その武器自体を強化していったんですけど、今回はもしかしてその素材を使って、今これ木のツールっぽい、まあ、見た目をしてるんですけど、これをどんどん、まあ、鉄の見た目だったりとか金の見た目っていうような感じで強化していくのかな。まあまあ、自分もまだやってないんでわからないですけど、なんかそれっぽいような感じがしてきましたね。ただまあどのみちちょっとまあ鉱石ですかね、集めてこないとまあどうすることもできないんで、まあそれはまあまたちょっと次にするとして、そうですね、ちょっと教会を探しましょうかね。まあ教会がまあちょっとどこにあるのかまあわからないので、どこかな、こっちはなんだ、あーレシピ、この人かな、おお、剣のレシピ、鎌、そうですね、ちょっと一個買ってみましょうかね。さてどっかでインゴットにできないかな、あーできないっぽいな、あー物好き、あ、ここであの石を買ってくれるっていう感じですね。結構なんかいろいろありますね、ルビーとか。さてどっか作業台がないかな、
村の隣にある火山は危ないモンスターも多い。入るならそれなりの経験を積んでから行くことだなと。そうですね、まあちょっとまあとりあえずそのレシピですかね、気になるんで、ちょっとどこかで金のインゴットですかねに変えて、どっかにないかな。これが教会かな。ああそうですね、教会ですね。おっとここは、ここはこのお宝を買えるところですね。ちょっととりあえずこのお宝ですかね、まあ、どんなものがあるのかちょっと見てみましょうかね。星3、まあ星自体がちょっといくつまであるのかわからないですけど、星2個。そうですね、ここでまああの武器ですかね、武器とかが強い武器とかですかね、入る手に入れば儲けもんですからね。さてアローアーマー、なんかあんまり見たことないのが手に入りましたね。この光じゃ違うな、アローアーマーこれか。ああ一定時間使用者を範囲内の全ての矢から守る。とりあえず覚えておきましょう。なんか今後ボス戦でなんか使えそうな気がするんでね。さてさてこっちの方は行けてないと。ちょっと作業台探しましょうかね。作業台がどっかにないのかな。近接武器は相手によって使いづらいことがある中でも斧は動きの速い敵には当てづらいから他の武器を持っていて損はないぜと。まあそうですね、まあそれぞれのまあ武器に、まあ、それ特有のまあ何て言うんですかね、特徴っていうんですかねがありますからね。お海の近くにはイカを飼いならしている奇妙なやつがいるんだ。なんとそのイカには乗ることができるらしい。ほう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 と、まあ今はちょっとイカよりも、レシピブックをちょっと一つ欲しいので、あった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 。さてちょっとまあ金塊がねちょっといっぱいあるのでここで少しまあ金のインゴットに変えておきますかね。よしこれで OK かな。お新しい武器がある。じゃあ違うのかな。自分の中ではそのこの見た目ですかねが変わるのかなと思ってたんですよ。ストーンサイズ、磨かれた鎌の上がこれか。41の27、磨かれたっていう方がとっと強い感じですね。ただ筋力32の器用さが33か。まあ使えないことはないと思うんでね。そうですね。でも重厚な鎌は使えない。頑丈な鎌。ただ今回そのレシピですかねがどういう役割を果たすのか、やっぱりそっちの方を先に確認してみましょうかね。まあもしかしたらあの潜在能力解放的な感じなのかもしれませんし。さてと自分が欲しいのは鎌ですね。これをじゃあ1個買ってみましょう。でこれはほう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 、鎌の鍛冶レシピ。この武器自体を作るっていうことなんですかねこれは。これを使っても効果がないようだ。そうですね、ちょっと材料がないんでね。そうですね、ちょっ
と次回鉱山の方行ってみましょうかね。それでちょっとまあ素材ですかね、手に入れて、まあこのレシピに必要なものですかねをちょっと集めれるのであれば集めて、まあクリックして、まあどういう鎌ができるのか、まあ、もしかしたらそのこういうふうなあの初心者の鎌とかですかね、護身用の鎌とかっていうこういうふうなものを作るのか、それともこのスキルじゃなくてレシピブックでしか作れない武器を作り出すのか、ただこれもやっぱりレベルがあるんでね、ちょっとやっぱり気になりますね。さてそれ以外には多分もうないのかな。魔法の鍛冶、弓、ああ弓もちょっと欲しいですね。今回はもう鎌と弓っていう風なスタイルでまあ行こうかなと思ってるので、そうですね、ちょっと次回まあこのピッケルもいくつかあるのでそれを使ってまあ鉱山ですかね、まあそちらの方に行ってみようかなと。でまあどういうまあものがまあ手に入るのか、まあもしくはそのレシピブックですかね、まあ、使って、まあ、どういうふうな武器ができるのかっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、確認ですかねしていけたらなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。